何回か見せられたことあります。アリノブはだから爆発力という表現を、ね、よくされますよね。そうですね、はい、もう本当あのパワーがあるんで、はいはい、一方丹羽幸輝の方はもう世界有数のこの脱力卓球達人ですよね。そうですね、パワー対脱力、脱力ですよね、はい、そんな、はい、どちらも明治になると思います。 OB、 まずはアリノブのサーブで第1ゲームがスタートします。3ゲーム先取で勝負が決まります。第2マッチです。丹羽幸輝は昨日松平に敗れてしまいましたが、まあ、強い選手ですが弱点という弱点はどんなところが挙げられるんですかね。そうですね、やっぱりこう下がって、はい、しまうとやっぱりちょっとパワー不足というのはどうしても出てくるので、はい、まあ、それで逆にこう前陣にこう徹するんですけど、はいはい、やっぱりこう攻めれなくなって守備中心になってしまうこともありますので、はい、まあ、アリノブがどれだけ攻め込むか、はいはい、そこが勝負の見どころだと思います、はい。サーブが1回ずつ終わりましたが試合の入りは橋津さんいかがでしょうか。はい、まあ、最初からアリノブ気合入っていると思います。はい、はい、長いサーブを入れて丹羽がミス。今年からプライベートコーチで、はい、去年までT.T. 埼玉の監督をしていた坂本雄介さんが、はいはい、庭のベンチにいます、ね、この試合は入ってるんで、いらっしゃいますね、はい、うん、会長にアリノブが得点を伸ばしています。投げ上げた、会長です。投げ上げサーブで一本一本、じわっと庭が忍び寄ってきます。アリノブがミスをすると、はい、庭が一瞬で追いついてしまうので、はいはい、そのあたりも、はいはい、どういう試合展開になるか、ね、思い切ったパワー見せたいんですけどミスもねそばにいますもんね。そうですね、かなり深刻です。ミスを恐れずにミスして、はい、ミスのリスクがあっても思い切って攻めていくっていうのは、はい、本当のトップオブトップの選手には通用しない時がありますからね。はい、丹羽が連続得点、いいレシーブですね、はい、ちょっと止まりましたか。まあ、でも本当初めてやる選手にはこの空間ってすごいやりづらいとは思うんですけど、でもこれだけの人に見てもらうっていうのはもう、そうですね、選手としては最高ですよね。 T リーグの選手もちょっとやりにくさはね我慢していただかないとね。放送席もこのロングドライブの延長線上にあるんですが微妙に変化してますね、はい、左右に揺れてますね。まあ、でもこうやって、ね、多くの人に、ね、はいはい、卓球を経験してない人にも、はい、これが T リーグだっていうのを見せてもらいたいですね、はい。何かこうアリノブを丹羽が操っているような卓球に見えましたが、はい、最後得点はアリノブ。これがアリノブの卓球ですね、はい、
丹羽でも反応しきれませんでしたからね。ですね。サーブを変えてきています。バックサーブ、はい、もう一本ですね、はい、もう心理的揺さぶりをかけてきますね、はいはい、なんてことないこのバックサーブを昨日の松平戦も使ってました。これこう庭ワールドに引き込もうという雰囲気たっぷりなんですけど、有信がそれに入っていきませんね。そうですね、もうあの有信次第ですからね、はい、あまり相手関係ないじゃ、はい、関係ないようなプレーしますからね、はいはい。強度点を取ります。試合展開的には先にワンゲーム取りたい有信。ネット当たりましたね。ラッキーですね。あ、なるほど。今のまあ決めたところへ行くボールも庭打たせているような感じが見えますよね。でもね、ミドルしっかりチャンスボールだったんで狙えたので、はい、落ち着いてできていると思います。ゲームポイントアレノブ1点差です。アウト。お互いにゲームポイント。この第一ゲームはジュースはありません。この1本で決まります。選手にとって緊張しますよね。いやー、これも相当なお互いプレッシャーですね。去りました。2は接戦をものにした第1ゲーム11対10。前半やっぱり、ねはい、アリノブが、思い切っていいプレーをしてたんですけど、はい、やっぱりこう2はってこう簡単に点数取るんですよね。取りますね、はい、なんかフルパワー出してるんですかと聞きたくなるようなこの脱力からひょいひょいと点取ってきますね。有信もいいプレーいいボール打ってたんですけどね、はい、やっぱりこうサーブ変えたり、はい、やっぱりもう前陣について有信に時間を与えない、はい、有信はパワーでボールの立ちを取ろうとしてるんですけど、はい、やっぱり庭は前について早いタイミングでボールをカウンターで取って有信に時間を与えない、はい、そこのこう試合展開がこの2ゲーム目3ゲーム目この後半に、はいはい、見どころだと思います。庭はもう相手の力を吸収するような雰囲気しますね。こういう卓球というのも世界的にもなんか珍しいんじゃないんですか。そうですね、真似しようと思ってもなかなかですよね。できませんからね。相手に打たせても返ってきたボールで動体視力はね良くないと取れませんもんね。第2ゲームです。野島 T リーグ解説野田学園卓球部総監督の橋津文子さんでお送りしています。第1マッチ岡山取りました。第2マッチ丹羽幸樹が第1ゲームを取っています。まあ、昨日は松平健太選手が、はい、バックをストレートに回して、はいはい、本当に丹羽を崩しましたね、はいはいはい、その辺もちょっと、ね、丹羽選手も、はい、考えてるんじゃないですかね、いろいろ。松平選手の戦略が丹羽を攻略したとね、橋井さんおっしゃってました、はいはい、今日丹羽選手としてはもうアルドムにいかにフルスイングさせないか、はいはい、それを考えていると思います。
元での勝利、4モールでの初勝利へ向けて今日は勝ちたいところですね。勝ちたいですよね、庭はね。そうですね、この4モールでまだ勝ってない、ね、勝ってないんですよね。お互いを大学時代から知り尽くしている両者、余計にこの駆け引きの割合が増えますね。そうですね、まあ、いろんな、いろんなこう心理的なものが影響してきますからね、はい、ちょっと間合いを置きました。サーブ変えてかなり左の横に出して、はい、いいサーブなんですけど ね、はい、これなんか小さなショックを与えましたね。待ってたかのようなね、はい、自分のサーブのところ庭に2本取られました。これは中盤でインパクトある2点と言えますか。そうですね、またバックサーブですね。すべては庭の思い通りにはなかなかいきません。やっぱり有信選手こう球威があるんで、はいはい、やっぱりそこに思い通りにはいかない理由が、うん、うわー、うまい。このショックアブソーブというかね、ドロップショットみたいな置き方ですね。そうですね、今打球引きましたもんね。そうですね、ボールの勢い殺しましたね。殺しましたね、はい、これはもう練習というより感覚ですかね。はい、もう才能ですね。才能、はい。サーブを2本取ったところからピッチを上げてきました三輪。三輪がペース掴んでます ね、もう自由自在に操ってますね。会場の卓球ファンも驚きでなんかこう声が出ないような、有信もまさかここへチキータが来るのか、はいはい、全く予測してなかったでしょうね、はい、バックサーブ1本取りました。今このペース、この流れを有信どう打開していきたいですか。もう自分の距離感を掴んで、はいはい、パワーで打ち抜くしかないと思います。5-9です。完全に庭の空気出来上がっています。これでいいですよね、パワーでね。そうですね、はい、今ライトを打ってきたんで、はいはい、積極的に攻めていけてますね、はい、9-6。2本取りました。終盤のところでね、自分のサーブで2点取られましたから、この2点というのはそれをこう消しました。2点差です。9-7。さあここで庭のサーブ、盛り返してきました。9-8です。
タイムアウトには、ここで丹羽がタイムアウトを取ります。はい、ここで岡山がタイムアウトです。次のサーブ、はい、どうするのか、うん、はい、次の準備、はい、そのあたりを今打ち合わせていると思います。丹羽のバックサーブは有信はだいぶこなしてきましたか？そうですね、はい、さほどバックサーブに対しては、はい、戦は苦しんではいない。むしろ、はい、1ゲーム目逆転したとき、はい、ちょっと巻き込み気味のアップ系のサーブ、はい、そこを有信がレシーブミスしたりして、はい、ひっくり返したので、はいはい、私だったらここでサーブ、はい、フォアサーブにもう一回変更して有信のフォアサイドに攻めろという指示なんですけど、はい、でもバックサーブなんでしょうね。はい、最近バックサーブハマってますからね、はいはい、なんか張本戦ですよね。あ、そうですね、ビクトリーマッチの張本戦で、はい、全部バックサーブで、はい、琉球に対戦1勝した時の丹羽のね、はいはい、あ、張本破りました。サーブ変更ですね。おお、はい、橋井さんのおっしゃる通りですね。巻き込みアップ系かなとは思ってるんですけど、ああそうでしたね、はい、はい、このサーブでした、はいはいはい、この同じ展開でしたね、うん、1ゲーム目挽回した時も、はいはい、同じ指示がベンチから出てたように、はい、でもまあ変更は変更しましたもんね、はいはい、バックサーブよりもゲームポイント丹羽です。でゲームポイント決めましたには入念なタイムアウト、はい、いいタイムアウトでしたね。いいタイムでしたね、はい、多分坂本コーチは、はい、バックサーブよりフォアのサーブの方が効いてるぞって、はいはい、言ったのか、はい、言ってないのか、はいはい、はい、正解だったと思います。まあ、変更するということに関しては83の、ね、コメントもね、はい、ヒットされました。やっぱりちょっとね、有信がこうミスを恐れず思い切っていってるのはいいんですけど、はい、それ以上に、はい、それにミスが有信のボールに対して丹羽選手が対応してるんで、どうしても有信選手のミスの部分で、はい、わずかな1本2本の差が後半に積み重なってるっていう、はい、そんな印象を受けます。野島 T リーグ第1マッチダブルスは岡山リベッツが取りました。地元開幕この岡山で4モールでの勝利に向けてリード、そして第2マッチも丹羽が有信に2ゲーム連取リードしています。さあこの3ゲーム後がなくなった有信の巻き返し、有信もね、はい、当たり出したら止まらないんで、はいはい、まあ、そこに期待したいですね、はい、この簡単ではないでしょうけど、はいはい、だいぶこう考えさせられている表情ですね、有信はね。このクイックです。早い、回転を分かっているかのように自分のボールにしてレシーブしてますよね、はいはい、さすがです。自分の考え抜いたサーブをやられると、ね、結構なショックだと思いますが、打ち破りたい有信、ワンオールです。非常に冷静な表情に変わりました有信。バックで長いサーブ、ね、結構効いてるんで、はいはい、もっとそこ使っていきたいところですよね、はい、昨日松平が使ったものですよね。このフォアハンドやっぱりこのパワーはい、トップクラスですからすごいですね、やっぱり、はい、見応えありますね、はい、追いつきました有信。
開幕戦ではハオンの勝っている有信、実力はあります。ロングサーブ1本切ってもう1回やったらすぐ対応されましたね、はい、アウトバウンドするぐらい強力なボールを打ち込みました。このボールは取れないですね。取れないですね。さすがに。いや、見事なパワーです。台をワイドに使いました。いいコースですね。いいコースですね。ギリギリです。ストレート、やっぱこう丹羽選手が時折出す、はい、ちょっとアップ系のサーブ、はいはい、そこにやっぱりアリノブ引っかかってますね、やっぱり、はい、第3ゲームは互角にお互い渡り合っています。アウトです。今丹羽選手がうんうんとアウトになったのをうなずきました、はい、何かニュアンスありますか。アリノブの YG が、はいはい、ちょっと読み違えてたところでしょうね、うん、はいはい、まあ、ミスの原因が自分で分かってるっていう、はい、なるほど、はい、冷静です。はい、今の3球目はプラン通り行ったんですが、アウト。そうですね、はい、ああいうの決まってくると乗りますか。はい、あそこ決めたいところでしたね、はい、有信としては。第1ゲームの終了近辺からこのサーブ繰り出しています。アウトです。まあ、今有信点取りましたけど、はい、結局このサーブですよね、うん、1ゲーム目も2ゲーム目もこのサーブから、はい、1ゲーム目はこのサーブから逆転して2ゲーム目はタイムアウト後にこのサーブに切り替えて、そうですよね、はい、これが増えてますね。アリノブが得点を伸ばす。ちょっとこの第3ゲームは庭がネット、うん、あるいはアウトが増えてますか。そうです ね、はい、はい、アリノブも、ね、はい、このままじゃ負けねえぞと、はいはいはい、珍しく庭があちゃっていう口元をしましたね。アウトです。1球目で惜しいケースが何度か出てます。前陣のクイックネス、ライジングでも、はい、読んでますね、はい、待ってますね、はい、いらっしゃいって、はい、いうぐらいの、そうですね、はい、主導権完璧に今ラリーは握ってましたね、はい、タイムアウトアリノブが取りました。琉球アスティーダ、第一ダブルスを岡山リベッツが取ってます。三輪も昨日は第二マッチで出て敗れましたから、
ね、それで地元岡山のファンの皆さんにと交流を、ね、試合後もしました。今日は気合が入ってチームの勝利に貢献するぞと気合が入っているに違いありません、ね、ここは三輪選手にとっても蹴られないところでしょうね。間違いないでしょうね、はい、野島 T リーグ2022から23シーズン現在琉球アスティーダがリーグ首位を走ってます。この対戦、はい、あれでもここ開き直ったと思うんですね、はいはい、なのでまだまだ分かりませんよこれは、はい、お互いを知り尽くしている明治大学の同窓生同級生。バックの打ち合い、フォア、エッジ取りました。いや見応えありました。やっぱりストレートとかかなり冷静に、はいはい、対応できているので、はいはい、得意のフォアハンドまで来ましたね。来たんだと思います。はい、2ゲーム練習している庭に有信取りました、うん、今の回転も効いてますね。やっぱりアップで練習、はい、練習ミスサービスエース取っているので、はいはい、一つ効いたらその次へもこうで今今度下回転に変えましたからね、はい、アウト、うん、今のはまたちょっと高くなったんですけど、はい、またアップ系で、はい、橋津さんが微妙なポイントのところでまだまだ有信のチャンスありますよとコメントを発していただきましたがその通りになってきましたね。ゲームポイントを取りました。取りました。ゲームで有信失点以降強かったですね。有信そうですね、冷静でしたね、はい、8、9、10、11、4連続ポイント、うん、1ゲーム目、はい、有信のペースだったんですけど、はいはい、ちょっとボンミスから、はい、こうね、レシミスとかからひっくり返されて、はい、もう2ゲーム目はもう完璧にその1ゲーム目逆転負けしたっていう記憶が有信の頭の中に残ってましたよね、はい、で、うん、ちょっと失速気味で、はい、三輪選手にペースつかまれて、はいはい、思い通りに試合をコントロールされて3ゲーム目やっぱりこう5オール、6オール、7オール3回オールが続いたんですけど、はい、最後リードされたところで、はい、ちょっと開き直れて、はいはい、なんていうの、ちょっとこう精度が最後上がったというか、はいはい、そういう印象を受けますね、はいはい、辛抱していれば庭のミスも出るケースもあるんですよね。やっぱりね、チャレンジャー精神で、はい、うん、行ったら有信は強さが出てくるんで、はいはい、そこを三輪選手がどう試合をコントロールして崩していくか、そこが見どころになってきます。4ゲームに入ります。野島 T リーグ解説野田学園卓球部総監督橋津文子さんでお送りしています。で大きい展開になったら有信有利になるんで、はいはいはい、そこに持っていきたいですね、はい、有信としては。なんか第3ゲーム、第4ゲームと丹羽がネットあるいはアウト 1-2 にはなかったようなポイントが有信に入っています。サーブを考えすぎて読まれて打ち込まれたっていうパターンもありましたが今スッとサーブに入ってますよね。そうですね、こう1ゲーム目の、はい、有信前半リードして、はい、まあ、ちょっとこう、はい、ゴールを11本先に意識したというか、はいはい、
やっぱりこうゴール意識した瞬間にちょっとブレーキかかってしまうので、はいはい、そういう意味では今の逆転した3ゲーム目は、はい、11本っていうゴールを意識しないで、はい、もう本当にいい意味で目の前目の前、はいはい、もうゴールテープを駆け抜けていったっていう、はい、まあ、そういった心境だったと思います、はい、まあ、その気持ちを最後まで持ち続ければ、はい、ある程度にチャンスが出てくると思います。やっぱり卓球ってかなりのメンタル競技なんで、はい、分かりますね。もう微妙ですね。勝つと思うと思ったら負けよみたいなこともねそうですね、はい、本当にありましたね。昨日の試合もね、あと1本取ればっていうところも入ってる。こういう得点もあります。ああいうエッジとかネットとかこの運不運というのは大体同じような総量になりますかね。いや、時々偏りますか。偏りますよ。あ、そうですか。偏りますよ。はい、から第3ゲーム以降何かこう、はい、パワー出てきましたね。そうですね、これアリノブの展開ですね、はい、後ろからでもノータッチを取れるというか、はい、やっぱりこれが、はい、アリノブにとって最大の武器なので、はい、こういうクイック系の短い距離は庭ペース。そうですね、はい、この球台の上はもう庭のテリトリーですので、はい、ですね。ハリノブは台から離れて強打、そういう展開が持ち味です。うん、4ゲーム目の橋爺さん、流れはどう見てますか。そうですね、この1本重要じゃないですか、はい、1点ビハインド、アリノブ。一撃でサーブレシーブを強打されました。ちょっとサーブが甘くなったところを、はい、丹羽選手も見逃さないですからね。今ちょっと浮きましたね、はい、お互いもうタイム使ったので、はいはい、あとはもう自分がどれだけ冷静に今までの試合の記憶を呼び戻しながら、はい、生かしていい展開を作れるか、はい、3ゲーム目、4ゲーム目はちょっとこう庭の小首をかしげるシーンが自分自身 の, この思っていることのズレが出てるんですかね。ちょっとアウト出てます。対7、一進一退です。なんか小刻みな戦いに持ち込もうとする丹羽に対して今のように吹っ切れるとね、アリノブはそうですね、得点が伸びます、当たりましたね、はい、ネット多いですね、多いですね、はいはい、あ、当たってますね、はい、やっぱりこう日頃の体感とやるのとちょっと、はい、ちょっと感覚が違うんでしょうね、はい、リノブが
得点を伸ばす9対7。いやもうね、さすがのストップをしてるんですが、この台から離れたらやはりもう橋さんがおっしゃるようにアリのペース振り抜いてますからね、はい、ラケット9対7アウト。今丹羽がちょっとっていうと声を発しました。力入れました。アリノブゲームポイントです。第3第4とこ我慢してます。アリノブドライブ。アリノブ 2ゲームビハインドから追いつきました。素晴らしいですね。はい、これ6オールスタートですからね、はい、あの見てる方がちょっと緊張しちゃいますね。もう肩凝りますね。はい、あの、はい、あの、はい、あの昨日の試合よりもやっぱり、はい、あのちょっと僕も緊張しています。展開的には2ゲーム練習していた丹羽が追いつかれてこの最終ゲームへ行く気持ちはどうですか。どっちが有利不利ありますか。あの、まあ、アリノブとしては、はい、もうこうなんていうんですかね、はい、思い切って、はい、もうがむしゃらに開き直って、はいはい、攻め切るだけだと思います。国際的な位置づけでは若干丹羽の方がね、はい、やっぱり丹羽はこう、はい、頭使って、はい、こうしっかりこう考えて組み立てて、はい、崩しに来ると思うんですけど、はいはい、アリノブはもうあのどちらかというと、はい、気持ちでどれだけ振り切れるか、はいはい、そういう感じになってくると。観客の皆さんも盛り上がっています。ドキドキの最終ゲームは6対6から始まります。明治の同級生対決、アリノブサーブ、九州アスティーダ。まず丹羽が1点目、これで7対6。ミートできませんでした。本当に一瞬の勝負ですからね、はい、目が離せないですね、はい、この1本芯に捉えることができませんでした。には7対7。もう本当こう緊張してちょっと手の感覚がちょっとずれたら、はい、もうわずかなミスになるんですよね、卓球って。アウトになります。打たせているんだという配球をしましたが、これがアウト。この1本はもったいないですね。チャンスボールでしたからね、はい、ですよね。ちょっと硬くなって緊張したと、力みがあったんですかね、はい、ショートから取り返した。これ大きいですね。アリノブ大きいラリーになったら、はい、あの本当ですね、強いし、こう、そうですね、あの、で逆に小さいラリーの方、小さいラリー台の中の方がこのわずかな、はい、この緊張とかサーブとか、はい、そういうのが出ますよね。今の1点は丹羽が早い展開に持っていきましたが、アリノブが点を取りました。ネットです。おお、丹羽がこの試合初めて拳を握りましたね。あれもう打つかと思ったんですけどね、あ、ちょっと先延ばしにしましたか、はい、ちょっと硬いですね、やっぱりね、まあ硬くなるもんでしょうね。しょうがないでしょうね。硬いですけどね。
第2ゲームの時にもこういうシーンがありました。前を置いて内王アリノブもやっぱり、はい、確実に、はい、こう緊張で今のサーブもかなり甘かったですよ ね、 ですよね。逆に庭がえこんなに甘いのみたいな、はい、決められませんでしたね、はい、なので1本目、はい、アリノブがバックに長いサーブ出した時も、はい、ちょっと自分のコントロールと違うところ行ってるんですよね。3回続いてます、はい、橋田さん取って取られて取って取られて、はい、アリノブはとにかく大きいラリーに持ち込んで振り切りたいところですよね。アウト。ゲームナイン。ここはアリノブが追いつけばジュースはあります。いやでも丹羽はこの勝負どころで仕掛け早めに行ってますね。続くすごいですね。これ取って取られて取って取られて4回です、はい、こんなシーソーゲームありますか。見てる人は面白いでしょうね、これ、見応えありますね。あります。思い切りましたね、はい、もうアリノブ思い切るしかないですから ね、 ここは、はい、小さいプレーはかなりこう、はい、甘くなってるんで、はい、もう明らかですよね。橋田さんがおっしゃるように積極的に攻めたいところですね、はい、ここはネット自分が踏んだアリノブ気持ちの戦いでしょう最後はこんな取って取られてが続きますか。リノブの力も大したもんですね。冷静でしたね、はい、今両サイド綺麗に行きました。呼吸を整えて振り返した。今日一番の雄たけび有野部思い切りましたね、はい、これがもう卓球の醍醐味。もう気持ちの戦いでしょう最後は、はいはい、もうはい、もう2人とも応援したいです。1ミリのミスも許されないところでこう綱渡りお互いしてますね。ポイント。この真剣な眼差し。アリノブ。アリノブ。男です。大逆転勝利です。2ゲーム連取から大逆転です。5ゲーム目はアリノブ緊張してかなりサーブレシーブの精度は低かったんですけど、はい、大きいラリーは迷わず振り切りましたね。ですね。これも橋爪さんがずっと1ゲーム目から一貫してらっしゃる、両者の戦型、はい、思い切った長いラリーは取れる、はい、アリノブやっぱり本当こう心理的に、うん、揺さぶられてこう1ゲーム目逆転負けしてこう流れも悪かったんですけど、はい、途中からやっぱりアリノブ
なんていうんですかね、うん、あのチャレンジャーになりましたよね最後ね、はい、でもこれ最後終わるのもったいなかったですね。もっとなんかもっともっとずっと続いて見ててほしかったんですけどね。わかります。でなんか終わるのがもったいない、はいはい、多分今日来てる人たちも、はい、あの卓球見てすごいなとか楽しいなっていう、はいはい、そういうのを感じたと思います。この緊張感はすごかったですね。はい、もう今ちょっと手に汗かいてますもん。なんかちょっとこっちまで見ているものまでむしゃぶるいするような、はい、はい、なんていうんですか、僕の教え子がいる、はい、今回全員そろってるんで、はい、これ偶然なんですけどね、なんか、はい、関係者からは、はい、なんか琉球ビーキにならないように注意してくださいみたいな大丈夫です冗談を言われてたんですけど、はい、今の試合本当にどっちも、はい、どっちも素晴らしかったし、はじゅさん応援していらっしゃいました、はいはい、このラリー、このシーソーゲームがなんかずっと続いてほしいなって、はい、終わるのもったいないなと思いながら、この5ゲームの中に試合を決定づけるターニングポイントはどこだったんだって、あとでもう一回こうビデオ全部ね検証したいぐらいですね、はい、はい、本当、はい、アリノブの心理が手に取るように分かったので面白かったです。